みなさんこんにちは。今回は BYU のハウジングについての質問がたくさんあったので、実際はどんなのか、どういうふうに生活しているのかということを検証するために、実際に私の家に来てもらって見ていこうと思います。私は断然ルームシェア派で、やっぱりルームメイトがいると楽しいですね。いろんなイベントを一緒にしたり、いろんなとこ一緒に食べに行ったり、楽しいですね。プロボの平均的な家賃はだいたい270から400ドル毎月くらいですね。あの光熱費の電気代、ガス代全部込みで存在になります。また夏は、いっぱいの学生がブレイク取って出ていくので、もうちょっと家賃が下がります。私はここ、毎月340、光熱費込みで340ドル払ってます。では、ベッドルームの方も紹介しますね。こちらが私と私のルームメイトがシェアしてるベッドルームです。だって大きいベッドが2つあって、こっちに大きなクローゼットもあるので、服がいっぱい収納できます。あと鏡もあって、毎朝。そうですね、十分な広さですね。じゃあ今度はバスルームの方を紹介していきますね。こちらが女の子4人でシェアしてるバスルームです。普通にシャワーとトイレと、洗面台があります。結構いい感じでシェアしてます。これが私が住んでるアパートでした。Thank you for watching and hope to see you again. See you!